はい、本日の吹奏楽動画はですね、5月の11日に募集した5月の11日に募集した内容となっております。確かね、いくつか募集したんだよね。面白い、リーダー的、可愛い、かっこいい、気が強い、静か、この6つの性格に当てはまるパートはどれでしょうっていう募集をしたんですが、どれもですね、1000件超えの参加がありました。本当にありがとうございます。今日は可愛い、かっこいい、この2つのイメージがあるパートのランキングを発表していきます。まあ楽器自体が可愛いとかね、吹いてる人姿がかっこいいなどなど、結構捉え方は人それぞれだとは思うんですけれども、それを全てひっくるめた時に総合的に1位になるかわいい、1位になるかっこいい、これをですね今回決めたいと思います。今回はですね、票数の方にねちょっと注目して見ていただければと思います。では早速参りたいと思います。12位から4位までを発表していきたいと思います。ランキングスタート。4位までをご紹介いたしました。ざっくりご紹介していきたいと思います。まずはかっこいいイメージがあるパート、フルートがね13票ってのはまあしょうがないかな。フルートクラリネットオーボエはやっぱりね、どっちかっていうとかっこいいよりかはまた別の感情があると思うんですよ。まあ曲とかによってはかっこよく見える時もあるけどね、どっちかっていうとまた別の感情だと思います。って言った割には金管のホルンとか UFO とか、まあチューバでもね250票だったんで、トップ3に入ってくるとある楽器、まあ1位になると思うんだけど、それが集中して入ってるっていうことですよね。次に可愛いイメージがあるパートっていうことで、チューバ、コントラバス、ファゴット、まあ低音は可愛いっていうよりかはね、力強いっていう方が強いと思うんで、仕方ない部分があるかもしれません。でもこうやって見た時に4位のオーボエで173票なのよ。冒頭でも言ったけど、今回もね1000件以上の参加、まあ1800くらいなんだけど、それくらいの参加があったのにもかかわらず第4位で173票。かっこいい楽器同様、どの楽器かにね集中してるんですわ。でも単純に考えて、そのかっこいいと可愛いって見比べた時に、可愛いに低かった楽器に関しては逆に考えたらかっこいいイメージが強いのかもしれないし、かっこいいに低かったものは可愛く見えてるのかもしれない、そういう考え方もできると思うんですよね。まあどっちにも入っていないっていう楽器に関しては、まあドンマイだけどさ。果たしてランキングはどのようになっているのか、皆さんの担当している楽器はトップ3に入ってくるのか、そして栄えある第1位はどの楽器になるのか、それではトップ3の発表です。ランキングスタート。ということで、かっこいいイメージのある楽器1位はサックス、かわいいの1位はフルートでございました。
すごくないこの票。まあサックスのさ691票もなかなかだけどさ、フルートに関しては1000件超えだぜ。半分以上だよ。2人に1人がフルートって投票してるんだからね。いやーでもね、誰もが思いつくと思う。1位に思いつかなくともトップ3で教えてくださいって言った時に、確実にフルートは可愛いでトップ3に入ってくるだろうし、サックスだってかっこいいでトップ3に入ってくると思うんですよね。どうなんだろう、モテるモテないとかってさ、その楽器のさ、さっき言ったこのかっこいい可愛いのイメージポテンシャルで変わってくるのかな。なんか的に証明できる方法ないですかね。ぜひほんまでっか TV で特集をしていただきたい。無理だと思うけど。はい、ということで本日はかっこいいと可愛いのイメージが強い楽器のランキングを発表していきました。また後日ですね、残りの4つをランキングで発表していきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。それでは本日もご視聴ありがとうございました。